中ブ入りガッシュと画質やパレットガッシュは不透明な水彩絵の具の一種で顔料をアラビアガムの水溶液で練ったもの。イタリア語のグアゾから来た言葉と言われ、本来は絵の具の名前ではなく不透明水彩技法を指したガッシュを使った作品。ラディスラウス・ベネシュ、1900年透明水彩に対し不透明水彩と言われるが透明水彩技法は 産業革命後に絵の具が工業的に作られるようになってイギリスを中心に発展したのに対しガッシュはそれ以前からヨーロッパ大陸を中心に使われていた水彩技法全般を指している。最も知られているのは中世の装飾本の挿絵の彩色に使われたものである。産業革命以前には屈折率の低い微粒子の顔料が少なかったために水彩絵の具は 不透明性が高かった。現在のガッシュは産業革命時に英国のウィンザーニュートン社が開発したグリセリンや新しい顔料を応用した水彩絵の具に追うところがある。ガッシュは水分が蒸発することで塗膜が固化するので乾燥は早い。ガッシュは重ね塗りも可能である。しかしデザイン向きに作られた製品は複製を前提としたデザイン用途を目的として 鮮やかさと隠蔽力に重点を置いて設計されているために耐久性に欠ける色もあり作品に使う場合には注意が必要である。ガッシュの品質規格は国内では特にないため各メーカーがそれぞれ独自に製造しているが、米国では ASTM インターナショナルの画材部会 D1.57 において 専門家用ガッシュ絵の具の品質規格 D5724 スタンダードスペシフィケーション4シュペインツが制定されている。日本では小中学校で使用される水彩絵の具を不透明水彩ということが多いが、これは透明水彩技法は小学生には難しいが完全な不透明水彩では絵画的な技法も限られるためにその中間的な性能で作られたものであり。 マット水彩などとも呼ばれる。本来の不透明水彩と混同すべきではない。また学童用のために安価に作られているので耐久性に欠ける色もあり、そのような色は長期保存を前提とした美術作品には使うべきではない。ポスターカラーもガッシュの一種である。水溶性で再開溶性のあるアラビアガム等の樹脂溶液を用いた従来のガッシュの下地は、 基本的に水彩紙や剣と紙などの紙が指示体であり、紙に直に描く。色のついた紙を使って描くこともある。ありがとうございます。